はい、こんにちは。2018年の1月の15日、15時25分です。よろしくお願いします。ありがとうございます。バガーありがとう、カムさん。バガーありがとカラス鳴いてる。はい、ベコボコランド、こんばんは。こんにちは。ハートありがとう。お疲れいっす。はい、ゆいこさん、お疲れっす。
うさんくさい匂いがする。 歌舞伎町でもなんか空気きれいになってないですか？さっぱりしてないですか？ゴジラ前までは。昔よりはマシになった。だいぶ変わったような気がしますけどね、ここ3、4年ぐらいで。歌舞伎町は 世代交代始まってますね。なんかさ、原田さんのさ、企画で、なんかアメリカ人と俺をぶつけようとしてる勢力がいるって聞いたけど、本当？もうスパーリングやんないよ、ガチガチに。怪我するから。なんでさ、みんなさ、本気のスパーリングを見ようとするのかよくわかんなくて。スパーリング練習にならないよね。みんな本気のバッチバチの殴り合いをさ、企画配信の練習配信で見ようとするじゃん。体壊れるんだけど。それ試合でやるもんじゃないのっていう。
大輔さん、お疲れっす。こんにちは。ナジームハメドのさ動画1時間ぐらいさ、昨日寝る前に見たんだけど、すごいね。ナジーム天才だね、あの人。なんかトリッキーなさファイトスタイルだからさ、基本的なオーソドックスなボクシングできないって多分見てる人いると思うんだけど、ナジームハメド、普通のボクシングもできるぞ、あの人多分。で、あえてあれをやってるんだなっていうのが、そう、ファイトスタイルの中からわかるんだよね。あれはすごい、本当に。天才だと思う、ナジーム・ハメド。やっぱ世界取る人とかすごいね。レベルが違うよ。なんかとんでもないところからパンチ出てくるし、避け方も、なんかウィービングとスウェーバックとか、なんかガードをノーガードでボクシングやるっていうのは異常だよね、やっぱり。なんであんなファイトスタイルやろうと思ったんだろう。トレーナーがよく許したよな、あれ。多分強くて注意できなかったんだと思うんだけど。もう幼稚園の頃からやってたでしょ？敵なしで誰も注意できなかったんだろうね。強いやつが正義だからね。
よっさんって今まだ入院してんのかな？よっさん見ないね、最近。なんか失明の危機なんでしょ？失明じゃないか、両足で車椅子生活か。失明ではないか。ペコ調子いいね、ペコ。シャカ。シャカ。まあいい。はい、マスオさん、こんにちは。そう。
俺は喋りたいけど。じゃあ見なきゃいいじゃん。
おー、そうそう、お疲れー。お疲れっす。片付けだ。首回りも鍛えてる。あのね、何て言うんだろう、なんかこう立て膝ついて、立て膝ってじゃないか、肘をこうやってやってまっすぐにするやつ、わかる？名前なんて言うのかわかんないんだけど、こうキープするやつとか、こうやってやったり、こう地面にね、腕立て伏せみたいな、こういうで、こう足を動かしたりとか、こう手をこうやってやったりとか、肩回りが多いかな。腹筋とか脳はね、鍛えてるっていうよりも、多分ね、俺にパンチ当てられないと思うよ。自然とその首も太くなってってるんだろうけど、この辺が多分ね、俺にパンチ当てられないと思う。直樹兄さん、ガードが硬いから。いや、マジの話よ。ブロッキングするから、首に当てらんないんじゃないかな。触れないと思うよ、俺の顔に。ディフェンスとかフォームをだいぶ意識しながらトレーニングしてるかな、今は。お、リアチムいらっしゃい。メガホンありがとう。潜るしね。潜るし。どういうこと？潜るしね。潜る？ダッキング？
あ、そうそうそう、インファイトも結構あって、そのさ、超至近距離でさ、たまに僕さ、クリンしないで、この辺、ここに顔があるぐらいで、こう向き合ってる時あるの分かる？あのね、実は、その、テレビで見るのと、やってみるのって、すごい分かることがいくつかあって、その鏡込んで、相手の頭が背高い場合、ここに打つじゃん。打ちようがないんだよね、相手って。そう、こっからこっちが打てないから、ここまでボディビタビタに、こう突っ込まれるとここに顔があって打つところがないので、下からボディってなかなか難しいのね。だからね、超至近距離まで詰めるっていうのは結構ね、技術として防御の、ここに顔があったらこっち側からパンチ打てないから、逆側、片腕こっち側からしかパンチ飛んでこないから、こうやってやって、ここに相手の顔があるじゃん、潜ってボンって入れるとか、いろいろ教わってる。そのすごいね、勉強になるよ。だ、陰が危険なわけではない。やっぱ打たせずに打つってすごい技術がたくさんある。一番ね、嫌な距離って中途半端な距離なんだよね。組み技がない分ね、やっぱそのスポーツ的な駆け引きがいっぱいあって面白いの。技術として。だから素人の人が危ないと思う距離、実は安全圏で自分が攻撃しやすい距離だったりとかするんだよね。いかに相手の攻撃させないで自分が攻撃できる角度と距離を保つかっていう。足の競技だよ、あれ。パンチの殴り合いの競技じゃなくて、フットワークとか距離とか、もう、なんつうんだろう、マス取りゲームに近いかもしれない。みんなね、パンチを当てることばっかり見すぎだっていうのがよく分かった、自分も含めて。そこの攻防じゃなくて、そういうフットワークとかスタミナを削っていく駆け引きとか、もちろん序盤でスポーンって入ったらいいんだよ。実力差があってパンって入って KO とかかっこいいんだけど、いかに相手の隙をつく、体力削る。で、その体がどうにもなっていかなくなるのよ、そうすると。その時にスコンって入れられるかどうか。いや、心折るんだよね。こいつに勝てないっていかに思わせるかっていう心理戦もあって面白い。いや、そのためにわざとガードの上を思いっきり強く叩いて、パンチがあるぞっていうのを見せるとかもあるだろうし、駆け引きがすごい面白いよ。俺は駆け引きできないからさ、もう全力で最初から攻めるけど。プロは罠張るからね。12ラウンドもやるとか化け物だよ、本当に。戦うってだけで尊敬する、12ラウンドを。
競技なのかショーなのか格闘技なのかスポーツなのか、ボクシングは本当奥が深いよな。
初見さんいらっしゃい。シルバーアクセサリーをですね、作ってるんですよ。シルバーブランドを立ち上げようと思って。いやいやいや、そんな集中してるかな。どうだろう。買いたいってね、予約していただいてるんで、やっぱりみんなのね、首元にかかるペンダントだから真剣に作らないとね。確かにね、手先はね、子供の頃から器用だったかもしれない。ありがとうございます。もしよかったら YouTube もね、チャンネル登録よろしくお願いします。あ、かなちんだバカありがとう。和道様。様なんて、和道だよ、和道。和道でいいよ。
当にね、様なんてつけられて呼ばれるような生き方してないから。窓でいいよ。ああ、確かに芸能人のオーラはわかりますよ。わかります。マーティン・スコセッシ感が出てますよね。ちょっとね。なんか最近思うけどさ、街中で声かけられるわけですよ。アドさんですよねって。でも俺芸能人じゃないのになとか思うよ。みんなと変わらない一般の人間なのに、これは生主勘違いするよなっていう。ちょろっと閲覧が増えていったらみんながチヤホヤするわけでしょ。あ、もちろんもちろんでしょ。いやー、で和道さん写真撮ってくださいって。おー、和道2、椎名さんいらっしゃい。風船ありがとう。まあね、まあね。ポークさん、まあね。あのね、あの、まあまあネタじゃなくて言うんなら、あの、まあまあ芸能人ぐらい有名だと思うよ。正直下手な芸能人より有名だと思うよ、うん、いやまあね、いや、あの、実際そうだと思うよ。あのね、あのね、いや、コークさんわかんないんだよ、配信ついてないとき。要は、駅歩くじゃん。駅とか街歩くじゃん。一日一回声かけられんの。必ず、和道さんですよね、って。ってことはだよ、俺、芸能人でも声かけられない時期があったの。ああ、喋ってみたいと思っても、声かけらんないの、街中で。で、かける人って、いや、マジだよ。マジマジ。かける人って勇気ある人なんだよ、結構。だから多分気づいてるんだよ、その、あ、和道だみたいな。だからざわみたいなのも感じるの。あ、和道だみたいな。でも行けないみたいな。でもこっちから行くことはないじゃん。君和道だよとかないじゃん。僕に話したいんだねとかないでしょ。サインを書いてあげようとかはないじゃん、うん、だからまあ、下手なそのトップレベルの有名人とかには勝てないと思うけど、国民的みたいな。ね、ぶっちゃけ1000人に1人知ってると思うの。1000人に1人は俺のこと知ってるって状態だと思うから。で、1000人以上人がいる街に行けばいいだけでしょ。簡単に言ったら。新宿、池袋、渋谷、上野、あの辺歩いてたら言われるよ。だってこの前御徒町歩いてて話さなかったの、配信で。でもコメントで書かれたもん、和道いたでしょ御徒町って、見たよ、声かけらんなかったって誰かといたからって。でもさ、じゃあね、じゃあコークさんスーパーに行きました。そしたらスーパーで、いや今日何食おうかなって言ってたら、奥の方から声が聞こえてくるの。いやまあ牛乳っつっても、うん、どっちにすっかな、おい、あ、部長、うん、ダメだ、バカ、お前って声聞こえてきたらどうよ。あーってなるでしょ。あーってなるでしょ。もしかしてってなるでしょ。裏のコーナーから今日何食うかな、おい、とか言ってたら、この声知ってるってなるでしょ。だからそういう感覚なんでしょ、多分みんなは。街で見かける人は。
でもね、東京よりも田舎の方がリアクションがでかい。地方の方がリアクションでかいから嬉しい。いや、全然普通に声かけてくるよ。いや、長野市はだから芸能人よりも遠くないんだと思う。声かけやすいんだと思う。うん、でも、綺麗な声のかけ方だね、なんか。あーみたいな。和藤さんっすよねーみたいな。で、びっくりするのが、女の人めちゃめちゃ綺麗な人多いの。びっくりするよ。のんちゃんもいる時も声かけられてるから、あれ、和道リスナーってあんな感じなのって、ロム線ですってみんな言うんだけど、スラッとした美人のね、なんかこう OL さんとかが見てんの。私よく見てますとか言って、のんちゃんと2人で「え、和道リスナーってあんな感じなの？」って「美人だったね」っつって、いや本当に本当に美女多いよ。だから一回そのテルと配信やってたじゃん、沖縄配信で。美人な人2人組の女の子が配信終わった瞬間に和道さんと追っかけてきて、で美人だったから俺は TCP だと思ったのよ。ね、和道さんって声かけてきて、あ、テルかと思って、あ、テルもいるから今呼んでくるよっつって、で テル紹介して、あ、テル、テルチャンピンさんみたいな。でも話聞いてみたら思いっきり和道リスナーだったの。浅井さんの話とかを聞きたいみたいな。テルリスナーじゃないの？と思って。テルも、あ、うちの客でしょ？みたいな。テルリスナーでしょ？と思ったけど。なんかさ、その、テルとかって多分、リスナーさんと交流するタイプじゃん。LINE とかで多分、まめに連絡取るタイプなんで、オフ会やったりとか。だけど、和道リスナーみんな知ってると思うけど、俺、リスナー突っぱねるタイプじゃん。合わねえよとか、なんつうの、本当にもうオフ会1年ぐらいやってないだろうし、多分やってないよな多分。だし俺普段リスナーさんと本当に連絡取らないレアキャラなんだよ多分。だから会った時に多分レアなんだと思うよ。普段交流しないから LINE とかもあんましないから、いいなっつっても何もないよ別に。ステッカー買ってみたいな顔するだけだから俺は。別にいい美人だろうがブスだろうがおっさんだろうが、俺がやることは一つだよね。ステッカーを買って欲しそうにこちらを見ている。和道はこちらを見ている。買いますか？買いませんか？はい、いいえだよ。いいえ、和道は寂しそうに去っていった。のんちゃんなんか初めて会った時倒れたからね、俺のかっこよさのあまり、俺のあまりのかっこよさに。のんちゃんは映画館で倒れたからね。笑えるっしょ、ギャグでしょ。イチローがメジャー挑戦した年、ヒゲは正解でしたかという質問切れてた。赤髪は正解でした。あ、俺ね、それね、イチロー、ちょっと話真面目な方にシフトしちゃって申し訳ないんだけど、イチローってすっごい息難しいの知ってる？そうそう。すごいいつもニコニコしててさ、あれ外面なんだよ。インタビューの、ドキュメンタリーとか見るとめちゃめちゃ面白いよ。怒鳴り散らしてるからね。帰れよ、お前。なんだその質問みたいな。僕と、一流じゃない質問するやつ帰ってみたいな。で、みたいな。超塩対応なんだよ。要は答えたくない質問。あ、その質問、もう考えてきてない。とか言うの、普通に。だから記者殺しなんだよ、あれ。だから、その、ヒゲは正解でしたかっていう質問が、もう何の関係もないでしょ、野球とって。で、正解だと思ってるからやってるんでしょっていう、イチローの感覚、俺わかる。うん。俺が正解だと思ってるからやってるんだよって。
考えろよバカっていう、わかる？そうそう、その感覚。俺それ切れたイチローが正しいと思うよ。俺が正しいと思ってやってるんだから正しいに決まってるだろうって、だから俺がやることは全部正解で、俺が正しいと思ってやってんの、俺イチローの気持ちわかるよ、考えてやってなくないから、全て考えてやってんの。 T シャツのこと、何のこと、全部。男だろうが女だろうが関係ないよ。考えてない質問とか、要は記者として何なのみたいな、すごいよ、超かっこいいよイチロー。だからイチローがさ、あのシーズンオフの時にさ、あのギャグの T シャツ着るじゃん、あのあれもファンサービスじゃん。そうで、なんであんなことするんですかって聞くやつバカだと思うの。あそこはすごいチャーミングですねって、あれ面白いですねって言うべきなんだよ。だってあんなのファンサービスに決まってるんだもん。日本人に向かっての、外人に向かってのじゃなくて、そうセンスねえなっていうギャグじゃんイチローの。だからなんかね、すごいイチローわかる。イチロー、まあそこが面白さじゃないんだけど、イチローの、ヒゲは正解ですか、くだらないよね、くだらない。だからくだらない人間と関わりたくないっていうのは本当にわかる。そのなんだろう、くだらない人間とつるんだらくだらなくなるんだよ。そうで、超一流になるためには超一流の人間としかつるまない、つるんじゃダメだっていう。だからこそスーパースターなんだと思うよ、鈴木一郎は。あってすげえっていう。俺エミさんって配信者が いて、エミさんってすごい人なの。あの今でも尊敬してるんだけど、女生主でもうぶっちぎりの大手だったんだけど、エミさん2回3回会ったことあって、すごい親身になって配信のこと相談してくれたんだけど、相談乗ってくれたんだけど、あんなに2時間3時間配信外で徹底的に配信のことを教えてくれたエミさんだけで、あのね、エミさんって今何やってるかって言うとさ、漫画家なの。配信やめて漫画家になったんだけど、漫画で古事記配信の先駆者なんだよ、エミさんって。古事記っていう文化を作った人なんだけど、配信でお金もらったり物もらうっていう。で、女の人で年1個上かな。で、その配信の、結婚して子供生まれる時に娘に古事記だって言わせたくないから、あなたには才能のある人だからって旦那さんと大喧嘩して離婚するかしないかの、お腹に赤ちゃんがいる時に。でも旦那さんはエミさんの才能を信じて、あなたはそう古事記なんかしなくても本当にできる人だからって言って配信引退するのよ。でブログ書き始めんの、ブロガーになるので、ブログアメブロ1位になるのよ。でそこの4コマ漫画を書いてて、お腹の子宮の中の人々かな。でそれがベストセラーになるのよ、10万部超える。俺ね、でエミさんのプロ意識の高さすごかったの、本当に。あれはね、あの学ばないとなってずっと言ってた、私は成功するって。そうエミさん、あ最近やってんだ、復帰してんだ。エミさんすごいよね、昔から。もうそれこそイチローみたいなさ、もう言い聞かせるタイプで、自分のこと、私はその行くとか、もう全部肯定系な自分を。あれはかっこよかったね。女だけどすげえかっこいいで行くからね、本当にあの人は。あれはね、配信で収まる器の人じゃないなって本当に勉強になった。配信超えた人だね。何やっても成功してたのね。あれも全部戦略なんだよ。あれも全部聞いた。
部屋の中で物壊すのとか、なんでやってたのかっていう。要は俺が出した結論とエミさんの答えは違かったんだけど、エミさんはちょろいんだって。リスナー、こんなので笑うのって。部屋の中で物壊したらいいのって。いくらでも壊してあげるよ、徹底してやればいいんでしょっていう考え方。わかる？え、こんなので笑ってくれんのって。ここにあるもんガシャンってやればいいんでしょって。いくらでも壊してあげるよっていう考え方。ちょろいなって思ったんだって、リスナーって。って、いや、客層が低い、レベルが低いって。俺は逆、あの、要はなんつうんだろう、その客層相手にしたくないっていうか、要は偏差値40に向かって話せっていうことでしょ。嫌だっていう、やりたくねえっていう、やりたくないとは違うんだよな、なんつうんだろうな、くだらねえっていう。ああ。あのね、そういうことよ。結局銃を、あのね、結局銃説明しても分からないって言ってる人には100説明しないといけないのよ。そうで、100説明してる時間なんて俺にはないの。うん、1を言って100を知る人たちと関わっていきたいのね。そうだね、昔の配信で稼げるようになったからじゃん。そうでしょ。俺の方が面白いと思ってるさ、子さんなんかいっぱいいるんだから。俺の方が面白いよ。俺の方が稼げるでしょって。いい流れだと思うよ。昔は食えなかったからね。だから、また配信が息吹き返してきてるよね。いや、ほんと乱世だよ、配信会は。まあまあ、みんなはわかんないと思うけど、結構現場の当事者としては乱世。俺はね、実はね、この乱世の戦いは参加しないって決めてんの。絶対に3年後落ち着くから。うん。NG ワードです、ゲイリーさん。あの、次、もしその話題触れたらブロックに、申し訳ないけどブロックになっちゃうから気をつけて。申し訳ない。俺はね、生き残ると思うよ。なんでかって言ったら、もともとそのパイ取りゲームに参加してないから。もともと自分のコンテンツでずっと淡々とやってきたから、あの、その、なんていうのかな、誰々が面白いゲームに参加すると自分が面白くなかった時全部持ってかれるの。だけどそうじゃなくて、積み上げてきたリスナーさんたちだから関係性があるのよ。だからその、なんつうんだろう、即効性は正直ない、爆発力とか。でもそっち側やっても俺負けないよ、言っとくけど。それはニコ生で証明してきたじゃん。そっち側の勝負俺めちゃめちゃ強いのよ。なんだ、だから今その、なんつうの、閲覧1000キープ、1000は難しいかもしれないけど、500キープやるようなスタイルってできなくないよ。ただそれを散々ニコ生でやってきて、5000人コミュ、今だからフォロワーが3700人ぐらいでしょ俺。だけど5000人コミュ、半年間で6回作ってんだよ。バンになってゼロからスタートで6回作ってんのよ。
だできるっちゃできる。ただやったところで意味がないっていうのを俺はやったから分かるのよ。そのやり方してたら、なんて言うんだろうな。敵が増えるだけだし、閲覧増えても何もならないんだよね、結局。仕事は来ないよ。やじ馬が増えるだけだから。でも今そのちやほやされてて、あ、この人多分3年後いなくなってるだろうなっていうのはもう見えてるよ。誰とは言わないけど、この人生き残ってこの人ダメで、で全員見えてる。こういう扱いになるだろうな、このポジションに行くだろうなって、この人引退するだろうなって、全部わかる。消えてった人腐るほど見たから。中途半端に帰ってくる人も腐るほど見たし、だからうちのリスナーさん、あれでしょ、なんかうちの本当のリスナーさんね、本当のリスナーさんは今配信会でこうなってるのどう思うとか聞かないんだよ。お花火ありがとう、匿名さん。男って女の人は1万人込むすぐ行くよ、可愛かったら。可愛いか喋れるかどっちか。女の人で喋れる人珍しいからね、結構。お花火ありがとうございます。あ、このシルバーに関しても結構笑われてるけど、このシルバーはね、いいとこ行くと思うよ、俺の予想。多分ね、みんなが思ってるような結果にならないと思う。このシルバーはいいとこ行くと思うよ。で、前も話したけど、このシルバーに関しては全く別の名前でやろうと思ってんの。配信者和道という匂いを全面で消して売るから。名前だけ、ブランド名だけ和道っていうのは入れるけど、俺と関連性全部入れない、つなげない。別名義で活動する。デザインのんちゃんがしたわけじゃないんだよ。誤解を受けてるけど、デッサンをしてくれたのがね、のんちゃんであって、デザインは俺だからね。デザインは俺だからね、これ。で、それを紙に書けないから、図面が引けないから、のんちゃんに書いてお願いします。ここでイレブン。イレブンは使わねえよ。そうだよ。
カズ風船ありがとう。お疲れ。要はね、あのね、シルバーってね、あの結構分かりやすいこう男の子の夢とかだったりするんだけど、実はすごい専門職なんだよ。だからその素人の参入障壁がすごい高い商材なのね。だから多分 DIY とかで売ってもレジンとかね、そういう系だったらその自分でキットを変えて、要はね、あの工具が10万以下で生産できるものじゃないと素人の人って参入ができないと思うので、シルバーって作るのに100万以上かかるのよ、正直言うと。だからあの一般の人が100万円かけて趣味でやりますっていうことできないじゃん。俺は超ラッキーなんだよ、シルバーできるの。イレブンわかんないんだ、にわかになっちゃうよ。イレブンはね、説明するのは難しいね。俺のことイレブン、今よイレブンって呼ぶ人がいる。その X さん自身もそのシルバーのアーティストとしてその雑誌にも出てるし、だから多分俺もそういう風になるんじゃないの。甘かったガチ勢じゃん、 TS 全部見るとか。要はね、多分ね、偏差値低い、偏差値40の人が面白いって言ってんのってオナニーなんだよ、俺からすると。あの俺がその面白いと思うものって10年後残ってるものなんだよ。死ぬ時まで覚えてるものとかなんだよ。映画とかもそうなの。あのアトラクション的なものあんま好きじゃないの。こうじわってくるものが好きだから。だからね、こうなんだろう、じわってくることをやっていきたいんだよ、残ること。だってさ、青壁の前で喧嘩してた人たちいるじゃん。名前覚えてる？誰だったか。覚えてないでしょ。え、誰だっけって話でしょ。まだ1ヶ月ぐらいでしょ、青壁で喧嘩しまくってた、毎日青壁でやってた人。え、誰だったっけ、そういえばって感じでしょ。結局今の神回ってそんなもんなんだよ。うん。一般受けはしないよ。分かってる分かってる。イレブンって言わないでください。そう。いやね、人の記憶なんてそんなもんなんだよ。ああ、気持ちよかった。ああ、面白かった。で、終わりなんだよね。続かないんだよ。それってどういうことかっていうと、忘れられるっていうことだから。忘れられるのが一番ダメだからね、配信者は。イレブンって何？イレブンは神だよ。イレブンは悪魔の化身。あるある。多分ね、
多分なんだけど、カズが30歳になったら、カズまだ若いでしょ？カズが30歳になったら、俺が言ってた意味わかるようになるよ。あ、私まだ子供だったんだって。要は、俺の、ほら、リスナーの年齢層って異常に高いじゃん。カズがね、まだね、まあ俺のこと面白いと思ってくれてんだろうけど、まだ俺の本当の魅力に気づいてないんだよ。打ちにくいって まあまあ、おしゃれは我慢だよ。窓の中に眠るもう一つの人化、おっとっと書いて。やめて、勝手にキャラ作っていくのやめて。勝手に作っていくのやめて。多分ね、まだね、カズはね、本当の和道の魅力に追いついてない。でもさ、言った通りだったでしょ。女の人ってさ、すぐ離れるでしょ。客層って男をつかむべきだっていうのはさ、本当に思わない。あ、今ね、去年の頭ぐらいにいた女子リスナーどこ行ったのって思うでしょ。男は離れないんだ。このソファー茶色じゃないよ。黒だよ、黒。イレブンの話は俺もよくわかんない。でしょ？そう。TCP に行ったんだろうけど、俺ははっきり言って TCP そろそろ崩壊すると思ってる。断言しておくよ。ここ3ヶ月以内に TCP 多分揉めると思うよ。多分 TCP をっていう制度自体多分やめることになると思う。これ俺の勘、予言、いつもの予言ね。これ覚えておいてみんな。TCP は多分ね、持たない。TCP っていう文化が。そろそろ限界来ると思う。で、多分ね、テルはね、昔のスタイルに戻ると思うよ。ここ、近いうち、その後に。それで反省して。いや、配信者に戻ると思う。あいつ、配信者としての実力もあるから。それが俺の読みかな。要はね、女ってね、群れるとね、マウンティングするんだよ。そう。で、もうあそこまで行くと宗教団体になってるから、要は尻すぼみになっていくのが普通なんだけど、どん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 増えていってるでしょ。だからね、コントロール、舵取り効かなくなるはずなんだよ、俺の予想。要はね、今そう TCP つけてる子があんまりいい層じゃないんだと思う。見られてね、配信から話すよね。ガチワカメ花火ありがとう。実はね、ガチワカメとも古いんだよ、もう。まあ、ガチワカメはなんかこう、来たり来なかったりっていうのは長いタイプだけど、出会ったのは古いの。もともと生主なんだよ、ガチワカメ。俺より先輩なんだよ。私、余談じゃなかったけど、和道さんの話が好きだから言います。あのね、多分ね、それはね、俺の話が好きなんじゃないんだと思う。俺のことが好きなんだと思う。えい、ドンチキー。とロムセンさんは俺自体もどんな人か分かんないからね。古株、いや、なんだかんだいるよ。でもね、結局ね、回るっていうのを知ってるから、結局配信から離れるし、2、3年。
だから5年や、そう、毎日5年やってるから、だからね、要は毎日5年やってるのって多分普通の人の10年やってます以上に濃い時間だと思うの。普通の配信歴の10年以上のキャリアだと思うのよ。うなちゃんとか別よ、毎日10年やってんだから。それとは別なんだけど、多分俺ってね、キャリア的に言ったらめちゃめちゃ濃いんだよ。普通の人が8年目とかだと思うの。うなちゃんに言われたのが、何年目って言って、5年目ですって言うと、びっくりすんの。まだ5年だっけみたいな。だから、ニコ生で言うと5年目って、やっと中堅になれるかなれないかとか、そういう世界なんだよ、本来は。今さ、関慎吾さんとか鮫島さんとかさ、本当の大手っているでしょ、ふわっちの中にいる。古いの。もう8年目とか10年目とかザラにいるんだよ。アイラとか。だからね、本来ね、結構早いスピードで伸びてきちゃったのよ。3年目ぐらいが一番ピークだったから。もう一回咲かせようとは思ってるんだけど、ただ今はそのタイミングじゃない。そう。すべてが嫌になった時、俺は暴れ回るって決めてるから。配信者として。今ね、ちょっとね、なんつうの、他のことを組み立てたい時期なの。なんでかっていうと、配信会自体のパイが狭いのよ。簡単に言うと、中でリスナーぐるぐる回ってるだけなの。正直言うと。だからね、もうちょっとでかいステージに行かないと、潰れるんだよね。要は、その配信会の中で椅子取りゲームをずっと繰り返すことになるから嫌なの。アイラ長いよ。で、今ね、その雑談配信者って呼ばれてる人が雑談ができてないの。雑談配信者っていうのは、部屋の中で雑談ができて、ラジオトークみたいなことができる人が雑談配信者の。だから雑談配信者じゃない人が雑談カテゴリーにいたりするじゃん。あれはね、今の子たちってね、外配信系配信者なんだよ。ふわっちは大手稼げてないよね。ホスト系だけ稼いでるだけ。それがなんだけど、2月、来月、マンスリーランキング3位にしてあげましょうかって言われてんの、今。わかんないなと思ってて、本当ですかっていう話はしてるんだけど、2月、マンスリー3位以内に、3位以内じゃなくて3位に、することは私できますよって言われてて、やりますって。ラジオ感覚で聞ける人は、だから昔からやってるね。まあドレさんはルーキーかもしれないけど、ドレさんはできるよ。わ かんないけど、そろそろ流れ変わると思ってる俺は。そろそろもっとね、若い子が出づらくなってくると思う。凝り固まっていって、結局帰ってくるんだよ。で、帰ってくるタイミングで配信者としてこうやっていこうと思ってる。で、俺の予想ね、多分今年の半ばあたりだと思うよ。安定化するのは。今ね、ぐちゃぐちゃ。っていうのも、それは原因分かってんの。ふわっちに若い子が入ってきてんの。
キッズゾーンが入ってきてるから荒れてるの。要は偏差値低いどころじゃないよ、キッズ層は。今荒れ気味だね。でもこういうのって荒れる時期って配信が伸びる時期だから、サイト自体が。いや、わかんないよ。蓋開けてみないと。俺はそこに期待したらダメだと思ってて、今まで通り淡々とやっていくよ。淡々とやっていくけど、まあ1年前言ってたことが実現できるかもしれないよね。100万円稼げるっていう。だから時間かかるっていう話をしてるじゃん、理解してもらったりするのに。だけどそういうつながり方ができると、ずっと見てもらったりとか、結果が実力でついてくるもんってなかなか離れないんだよ。ノリとかテンションって離れるのね、人が。そう。だからもしかすると来月俺の評価がガラッと変わる可能性があるよ、2月は。それもうそのリスナーさんがそういう風にやってくれたらね。まあでも今月厳しいから、生き残れるかどうかっていう問題の方が俺の中ではでかいよね。でもね、稼ぐこととか、何か結果出すことも大事なんだけど、本当に大事なことってね、30代入ると分かってくるんだけど、目的に向かって毎日同じつまらないことを繰り返せるかだと思うの。淡々と、まあ派手ではないかもしれないけど、要はね、生きてたらね、派手なこととか流れってあるの。あ、どうしても今主役の流れだなっていうのってあるの。カズは知ってるじゃん。ニコ生の頃俺を知ってるわけだから、配信会のいつも俺の話だったわけじゃん。なんつうの、後半半年間いつも引っかき回して中心の渦にいつもお前いるなみたいな。だけど今はそうじゃないっていう時期も作らないといけなくて、それが一生続くわけないじゃん。まあ金梅さんとかさ、うなちゃんマンみたいに、まあうなは今そうでもないけど、金梅さんとかそういうタイプじゃん。でもね、一回ね、やっぱね、抜いて半年間走るみたいなのをやんないとね、飽きられると思うよ。キャンペーン貼らないとダメなんだよ。ふわっちは1年ぐらいかな。1年と3ヶ月。だからふわっちゃじゃない？俺は完全に。他の印象。ニコ生の印象多分薄いでしょ。ニコ生の元々ニコ生の人って感じじゃない？でも多分今ふわっちの人ですよねって言われるはず。それが面白いのが、世間一般ではさ、ツイキャスよりふわっちの方が知名度高いんだよ。すごいなって思う。ふわっちは知ってるっていう人多いもんね。鮫島さんが終わったのかな、ちょっと確認します。鮫島さんまだ終わってないか。誰が終わったんだ。いや、潰れないと思うよ、金梅さんは。ドレさんともね、がっつり話し合ったんだけど、
どれさんと俺が出してる答えは結構一緒なんだよね。こうなるよね、こうなるよね、この前3時間話して、配信会のことどっぷり話したんだけど、で、ドレさん頭いいじゃん。で、ドレさんも和道の読みは正しいと思うって言ってて、ただ和道が成功するかどうか、その作戦に乗るかどうかは分かんないけどって、その読み自体は間違いなく正しいよっつって。で、そのドレさんが言ってたのは、ドレさんは年齢的にそれができないっていうのもあって、ドレさんの戦略も俺分かるの。俺がドレさんが34でブレイクしたらどうすっかなっていう。だから余命の問題だよね。寿命の問題。これはね、結構今ドレさんがトライしようとしてることはね、面白いことだから応援したいなと思ってるけど、だからドレさんブランディングが下手なんだよな。なんかそのドレさんにブランディングがうまい、その取り巻きの人がついたら絶対勝てると思う。ドレさんブランディングが下手すぎ。でもそのブランディングのプロみたいなのがドレさんについたら、ドレさん無敵になると思うよ。俺がね、人と違うところ唯一ね、違うのはね、底抜けにね、運がいいっていう。ブランディングってブランドを作る力みたいな。どれさん興味持てない。どれさんね、見栄を張るのが嫌いな人だから、自分がやってきた功績みたいなものはあんま語らない人だからね。いや、もうテレビとかさ、そのネットの世界ってそれが全てみたいなところあるから、もったいないんだよね。花火上がってたんだから、ごく一部の人に頼ってたってことでしょ。はい、野田テレさんはこつ。いや、多分ガチワカメはドレさんはまらないと思うよ、タイプ的に。正解。よく、その話もがっつりしたの。つまり、もっと根本的な問題、俺はね、うなちゃんマンとの絡み方だったと思ってんだけど、実は、そう、旗で、要はリスナーさん目線で言うと、花火師さん消えたのはね、要はね、ドレさんって男性花火師がついてたわけじゃなくて、女性花火師がメインだったの。だからね、つまりやんとああいう色恋をしたっていうのは、致命的なミスなんだよ。要はね、冷めちゃって、牛、ツバニャンが生理的に無理っていう人って結構多いの、女性で。本当に生理的に無理ですっていう。それでね、がっつりファン減らしたんだと思う。あれは本当にね、良くなかったと思う。だから俺も結構止めたじゃん。ねえわって言ったじゃん。必死に流れね、組み替えようとしたんだけど、ハニートラップじゃなくて本気で惚れちゃったからね、ドレさんが。あれは痛いよね。そうそうそう。ドレさんの話してんだけど。スマニャンと、まあ、付き合ってよかったんだと思うんだけど、本人の人生的には。ただ、配信者としての寿命は削ったよね、あそこで。ねえわなーってなるでしょ。野田テルさんはさ、あんまりコメント打つ人じゃないのに、数とかも言うじゃん。スマニャンと絡んだからって。で、やっぱりね、みんなそう言うんだよ、ドレリスナーは。もったいないんだよね、ドレさん。あれは裏でやるべきだったよね、付き合うんだったら。まあ、付き合ってもめくられてただろうけど。だからね、俺はね、女でダメになると思ってんの、ドレさんは。ってずっと昔から言ってたんだけど、
まあ予感的中だよね。まさか妻にゃんだとは思わなかったけど、別にそれが悪いとは思ってないよ、本人の人生だからさ。なんかまあドレさんからしたらね、若いお姉ちゃんと彼女になって素敵な思いをいっぱいしたんだろうからいいと思うし、だから結局配信者もタレントと一緒でさ、フライデーされたら終わるんだよね。だからなんつうんだろう、その実はドレさん素敵って思ってる人が花火投げてたはずなの。スケベだけど、スケベキャラだったけど、いやかっこいいドレさんっていう人が投げてたんだよ。だけど今ね、怒りっぽいね、更年期障害の、筋肉ムキムキのおじさんキャラになっちゃったんだよね、スケベだ。いつも怒ってるおじさんに変わっちゃったんだよ。あれだと伸びない。いや、女の本当に良くない、あの人。女性でダメになる典型的なタイプだよね。しかも学歴も高いし、頭もいいわけじゃん。英語も喋れるし、スペック高いのにね。初見さんいらっしゃい。いや、ドルさん昔からだわ。リスナーこ、もう、いや、今はさ、配信者有名になったから、凸かけれるようになったけど、昔はブラウザで見てたんでしょ。昔からだよ、あの人。配信大好きだもん。いろんなところ全部知ってるもん。だから、ツイキャスで50人ぐらいでかそってた時あったじゃん。あの時もロム線だったらしいよ、ドルさん。バカ野郎って、お前の放送見てたわ、っつって。ツイキャスで50人ぐらいだったじゃん、とか。あの中の一人だよ俺、とか言って。マジで？っつって。そうだよ、とか言って。夕方か。仕事終わりのリスナーさんが流れてくるな、これ。ありがとう。特命さん、花火ありがとうございます。ありがとうございます。頑張りますよ、僕は。ワドさん、ドレさんはワドさんのコーチしてから有名になった気がする。なんだろうな。実はね、あれね、前からね、お願いされてたの、ドレさんのリスナーさんに。ドレさん30人ぐらいの時注目して、ウォッチしてて、この人伸びるなと思ってて。ただ、俺が予想した伸び方よりも、はるかに上回って伸びちゃったからあれなんだけど、すっごい面白かったの。30人ぐらいのドレさんの放送。めちゃめちゃ知的で熱くて。もうね、あのスタイルに戻ることはないと思うんだけど、すっごい面白かった時期、ドレさんが。で、
ドルさんのリスナーさんにお願いされたの、ワード君有名にしてあげてよって、売名させてあげてって。で僕考えますって言ったの。そのね、なんでかっていうと、この人もったいないから、下手な企画を組んだら潰れちゃうと思った。下手な凸とかあるじゃん、雑な、要は電話かけてきてお前うぜんだよとか、ああいうのやりたくなくて、ちゃんと定期的に企画で絡みたいと思ったの。あの人とは話ができる人って珍しいから、トークがちゃんとできる人。それで俺が捨て頃出るって言って、ドレさんが実は格闘家なの全く知らなかったけど、体見て分かったから、体を鍛えるっていうその企画を持ち出したの、俺が DM で。そうで、それでドレさんと絡み始めたの。ドレさんを生かす作戦。ドレさんを生かそうっていう。ドレさん的には多分あれじゃん、ツバニャンだっていうよね。俺はその配信見てないからよくわかんないんだけど、ツバニャンとの絡みから伸びたらしいよ。違う、俺雑談たぬき実はさ、最近見てこれかつね、花火の時リアクション薄くなりましたかって言ったけど、実は俺ね、最近ね、とあることがあって、雑談たぬきを見なくちゃいけない状況になって、雑談たぬき見たのよ。3日前か4日前ぐらいに見たら、響いたコメントがね、私和道さんの放送嫌いじゃなくて好きなんですけど、挨拶をするときと花火のときのリアクションがオーバーすぎて嫌なんですっていう、なんか普通の感想が書いてあって、悪口じゃないじゃんそれ。私本当に和道さんの雑談好きなんですけど、誰々いらっしゃいっていうときと花火をもらったときのあのオーバーリアクションがなんか嫌なんですっていう、あれ作ってますよねみたいな普通の感想が書いてあって、聞いちゃったんだよね俺。そう、多分それが心のしこりになって、リアクションが薄くなってるんだと思う。ダメージを負ってるから今。やっぱタヌキは見るもんじゃないよね、うん、いや傷ついた。ああ同じくなんだ。いやだから普通にありがとうっていう。エコーはかける。花火上がった時すいませんすいませんって何、すいませんって何。決まり文句違うんだよ。決まり文句はね、実は正しいんだよ。気持ち悪いんだけど上がるのは正しくて、なんでかっていうと、
ドンベイとかさ、いろんなのあるじゃん。イヤホーイとかさ、いろんなのあると思うの。あれってあれをお約束でやるからコメントが流れるのよ。だからね、あれはあの気持ち、俺も気持ち悪いと思ってんだけど、あれはね、上がってる人がやってるでしょ、必ず。だから正しいんだよ、マーケティング的には。人間の心理をうまくついてる。なんかオリジナルの。スマートにやりたいよね、スマートに。もともとはね、それを作ったのは香川さんなんだよ、実は。香川さんが太鼓を叩くっていうところから始まってて、全ての始まりは花火上がった時に何かをやるっていうのはね、何でもないのに、別に太鼓なんか叩いてるの見たってしょうがないのに、叩いてるのが見たくなるっていう人間の心理なんだよね。うん。だから多分便所さんもジャリンジャリンジャリンって音を流すのもそれの進化系なんだけど、あれはチャリーンって流れるとみんなチャリーンってコメント書くでしょ。で、とか、トゥク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 って書くでしょ。そうすると私もこう書かれたいって思うの。要はコメント沸かせたいって思うから、花火が相乗効果がどんどん出てくるのよ。だから固定化するのはね、ありだよ。何かを、その、癖のあるっていうのかな。だからありがとうって言っちゃうと、ありがとうって書きづらいじゃん。うん、何か作るのはいいことだと思うよ。要はだからこれがクソカスカオス、俺らを気持ち悪いって思うじゃん。でもこれが偏差値40向けにやるってことなんだよ。要はポンキッキーズなんだよ。ハッチポッチステーションみたいなノリでやんないとダメなの、配信は。チーンね。ありがとう。あえて声張らないっていう、ボソッて。じわーってくるやつ、あの遠赤外線みたいな、ありがとうやってみた。じわわわ。いや、面白かったんだもん。ラテンもいらっしゃい。うん。ありがとう。いいね。うん。小声でやろう、俺。うん。一回時間を止めるっていうね。うん。尺を多めに取る、その代わり。うん、いや、こうじわるでしょ。ありがとう。チーンはね、あの叩く棒がなくなっちゃったの、実はそこにあるんだよ。あの赤いバッグの間にあるでしょ、金色の鐘が。しびれた。うん、一回ちょっと待って、カズこれでしょ、これでしょ。でも
こうボワーってできない。これ本当は回すとね、ボワーって言うんだよ。こう回すんだけど、革のやつで。革のスウェードみたいなので、こう回すんだけど、これでしょ？ヒーリングボールでしょ？はい、こんばんは。ご飯作りながら見てんの大好きだね、あんこさん。俺のこと旦那さんよりも俺のこと見つめてくれてるね。惚れちゃった、あんこさん。俺の魅力に気づいた。なんかね、団地妻からね、すごい一時期ね、圧倒的にマダムに受けてた時期があるんだよね。おい、解放お疲れ。一時期俺すごかったよね。団地妻配信みたいになってたよね。何だったんだろう、あれ。なんか人妻からね、好かれる能力があるんだよね。いや、人妻から好かれる能力あんだよ、コーク。本当に。なんか、人妻って要は、結婚したってことはさ、堅実な男を選んだ女性たちじゃん。だけど、やっぱりダメな男に、こう、魅力を感じるんじゃない？ダメな男に。俺ダメじゃん。あると思うよ。あ、ダメ男なんだ。旦那ダメ男なんだ。旦那がダメ男は致命的でしょ。なんかダメな男好きな女の人っているよね。ダメンズウォーカーっていうらしいよ。旦那さんは物静かな方だもんね。ダメなくせに偉そうな男に惹かれるのはなぜだろう。ダメだから偉そう。偉そうだからダメになったんでしょ。 だってさ、ダメなやつで魅力ないやつって本当にダメなやつじゃん。偉そうにしてるからダメなやつっているじゃん。あ、旦那さんあんま語んないんだ。寡黙な感じなんだ。俺も親父あんまっていうか全く喋らない人だったけどな。無駄口をしない人っていうか。武闘派、硬派。なんか公文竜って無口なイメージあったけど、最近おしゃべりに変わったよね。旦那は語る派だけど話が長い。いいじゃん。話を聞く女性は素敵だよ。これはね、結構ね、女性の話聞くの好きなタイプなんだよね。のんちゃん全く、あ、そんなことない。俺付き合った人みんな無口だわ。俺が話しかけるまで話しかけないような綾波レイみたいな人ばっかりだわ。そういえば、喋らない人ばっかり。ああ、そうなんだ。恐ろしいぐらい無口な人が多いな。
のんちゃんも喋らないからね、実は。あの配信面白かった。どの配信？あの配信って何？毎日配信やってるから分かんないんだよな。マサヨさんいらっしゃい。サムネが変わってる。俺ね、喋りそうでしょ。くりするぐらい喋らないよ。びっくりするぐらい喋らない。意外でしょ。すーげえ喋らないよ。病気なんじゃないかっていうぐらい喋らないよ。普段どんなん作ってる？シルバー？いや、これ一作目だから普段とかないよ。これが初期作品。いや、違うの。あれは無理して喋ってるんだよ、カズが来たから、その和動スイッチを入れてるの。あれはだから俺の中で接待なのよ。それ総長リアトズして黙ってたら嫌でしょ。まあ気合い入れて喋ってるんだよ。物静かだよ、めちゃくちゃ。はい、お疲れ。俺だからその地元の人と喋るとテンションとかノリが素になったりするじゃん。わかる？地元の後輩とかと喋ると出ない。後輩じゃなくて、地元。お疲れい。ちょっと待って、いい。いや、放送中だよ、俺。お疲れ。俺も放送中。ああ、いいよいいよ。さ、うん。来月の来月、お。18日、18。フットサル5回すんだけど。フットサルだからいいって、もう。叩かれるんだもん、俺。ないないないいや、もう、ない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 。もう、TCP 怖いんだって、俺。大丈夫、いや、違う、もう TCP 怖いんだって。いや、大丈夫じゃなくて。いやいや、もそんな言ったらな。う。いや、だって、今回何回目？ 3 回行ったんだっけ、俺。3回来てもらっとって、ほんで5回目やな、次で。いや、もういいよ、やだよ。だって来もうてもなんらか、うと。なんか、あれもなんか言ってたじゃん。ゴミを片付けねえとか、なんだっけ、あいつ。知事、え？なんか言ってた、文句言ってたやついたじゃん。なに、もう怖いんだって、DM 来るんだって。そう？そう、和道が映ると不快なんで来ないでくださいって。俺、テルに呼ばれたから行ったんだ、バカ野郎っつって。もう、レスバトル、お前、テル君とか深夜調の放送に映ると不快ですとか言ってよ。もう、傷つくから、やめとくよ、今回。やだよ、やだよ、なんで俺叩かれないといけないんだよ、お前の放送で。大丈夫じゃないよ。大丈夫、シュマジローいるから、シュマジローが。シュマジローは叩かれないでしょ？シュマジローは叩かれないでしょ？シュマ君かわいいってなるでしょ？そう、叩かれやんな。でしょ？いいよ、もう俺叩かれるから。叩かれ役はほら、ツバニャンとか呼べばいいじゃん。そう？そうそうそう。
え、叩かれ慣れとるやんか、でも結構。じゃあ、俺、もう嫌なの。叩かれ慣れてるんじゃなくて、もうそれとの戦いをしたくないから、こうやってまったりばっかやってるからさ。嫌だ、もう TCP 怖あ、い。そう。怖い、怖い、怖い、TCP は。しつけしとくわ。しつけといて。和道は、叩くなってしつけといて。わ かった、しつけとくわ。ありがとはい。う。はい。はい。TCP 怖いんだもん。てるくんの放送に移ると不快ですって言われちゃうから。いやいや、やんないやんない、行かない。フットサルは。おい、タカさん、こんにちは。窓アンチっていうか、嫌なの。フットサル出ません。言われるでしょ。コメント欄にも書いてあるらしいじゃん。いや、不思議なっつうかさ、もう完全にさ、別に何もしてないのに叩かれるからさ、自分の放送だったらブロック入れられるけど、人の放送で叩かれるの気分悪いんだもん。ねえ、いや、悪いことしてないっていうか、まあ、詐欺事件とかで捕まってるから、悪いのは悪いかもしんないけど、悪いことはしてるけど、リスナーさんに対して何かやったわけじゃないじゃん。だからやだよ、行かない、得しないんだもん。教育職は TCP のコメント欄見てみよう。 TCP どんな感じなんだろう。はい、不快ですとか書いてるじゃねえかよ。お前ブロックだよ、山ちゃんっていうやつ。はい、ブロックな。はい、ブロック。こいつだよ、こいつ。はい、ブロック。はい、ほら TCP 言ってんじゃん。来んな来んなとか言って、こいつ。はい、ブロックです。いらないとか言って、こいつだろ、俺に DM 送ったの。ブロックしたわ。TCP 見てよかった。TCP でブロック入れたわ。ざま。囲い込めすると録音されて囲いキモいって言われる。あ、そうなの。囲いキモいって言ってるやつの方が俺キモいと思うけど。よかった。TCP チェックしてよかった。ブロック入れてやったわ。見てる方も辛いよね。うちのリスナーさん、温厚な人が多いからさ、反論とかなかなかしないからさ、サンドバッグだもんね。アンチの数が多すぎるよね、本当に。成田の安達祐実ではないでしょ、俺は。でも足立海かわいい、かわいいっつうかエロいよな、なんか最近の足立海は。何なんだろう、あのエロさ。なんかね、ちょっとなんかエロいんだよね、足立海が。囲いってどういう人っていうか、俺はよく言ってんだけど、囲いとアンチは全く一緒だと思ってるね。囲い込みだから。熱烈なファンみたいな意味で最近の人は使ってるけど、囲いっていうのを。囲いっていうのはもともと普通のリスナーが嫌がる人の、なんつうの？を、なんか、揶揄して言ってたんだよ。囲い、キモいよねって。囲いってもともとキモい人に使う言葉だったのよ。
それがね、囲いがポジティブな言葉に変わったんだよね。ツイキャス民が理解してなくて、言葉の意味を。ニコ生のモノマネだから、ツイキャスは。囲いはもともと良くない人を指す言葉だから。要はアイドルとかを出待ちして囲い込んで迷惑をかける人って意味。ねえ、本当だよね。大人のエロさが出てきたんだよね、足立由美。そう、囲い込みから来てんの。熱烈なファンなんだけど、その周りに迷惑をかけながらそういうことをする人って意味ね、囲いっていうのは。だから俺は囲いはいらないっていう。米しただけで囲いっていうのは 意味がわからないよね。それはリスナーでしょっていう、ただ単に。コメントは普通にするでしょっていう。でもほら、俺のアンチの人ってぶっちゃけさ、病気の人だし、不自由な人じゃん、日本語が。ぶっちゃけた話すると。別に恨みはないけどさ、ガチの粘着系の人だから関わんない方がいいと思うよ。この前のツイッター、足立君と言ったらレックス、そう、角川映画でしょ？俺、あれ見たいんだけど、そう、さやちゃん知ってるね。レックスめちゃめちゃいい映画だよね。あれさ、映画館見に行った？俺、フィギュア、茶色いフィギュア持ってた？映画館行くともらえたでしょ、フィギュア。レックス見たいのに、角川が版権うるさいところで、DVD も出してなければ映像がないの。レックスー！レックスいい映画だよね。あれ見たいんだよな。なんだろうね。いや、なんかね、昔からね、実はね、その放送をやらなくても敵は多いタイプだったの。学校とかでも。要は好きっていう人と嫌いっていう人がはっきりするタイプ。普通がないの。もう好きか嫌いかはっきり分かれるような。要はね、物言いが嫌なんでしょ。俺ズバッと言うじゃん。ズバッと。狐 枠でアンチかかってこいとかタイトルにすると、いや、俺の場合は違う。減らった、引退しますとか、要はアンチが喜びそうなタイトルってあるの。要は、釣りタイトルかかってこいとか露骨なのはダメなの。もっと組む、俺だったら。アンチを呼び寄せるのは。フィギュア、もらえたよね。めっちゃ熱いよね。レックス見たいんだよな。そうなんだよね。悪い癖なんだよね。書いてるんかい。でもね、本当にそういう言葉は使うべきじゃないよ、カズ。言葉とか思考って自分の考えから来るものだからね、自分も不快になるんだよ。人間の脳って主語を読み取る力が弱いから、他人に言ってるのに、他人を指摘してるのに自分が言われてるって不快な物質が出るんだよ、脳に。だから、誰に言っても自分に返ってきちゃうから、自己洗脳かかっちゃう。VHS はあるの？あるの？ビタさん、レックス。なんかあれを見たいんだよな、レックス。VHS はあるんだ。レックスいい映画だよ。ああ。
アンチで遊ぶ人ね。あったんだ。ありがとう、教えてくれて。VHS、まあ、VHS が今、レンタルできないもんな。まあ、現実として見るのが不可能に近いわな。見たいなと思ったけど、無理か。DVD デッキしかないもんね。デッキがないもんね、まず。やっぱ難しいか。デッキがない。テレビもないし。俺らは気づいちゃったんだよ。テレビってただのでっかいモニターだったんだっていうことに パソコンの登場で気づいてしまったんだよね。これただのでかくて高画質のモニターじゃんっていう なんか女性枠になっとる。いや、男の人いっぱいいるじゃん。でも女の人もがいつく放送って実はね、男の人も寄ってくるんだよ。不思議と。でも男の人がコメント書いてるとき確かに女性少ないかもしれない。あ、話題の問題でしょ、ただ。女性がとっつきやすいトークしてる。ざま。ジャンルが幅広いっていうか、ジャンル、ノージャンルでしょう。いろんな人が、昔からだよ、うちは。色がついてない。主婦から、子供から、経営者から、メンヘラまで、幅広くカバーしてる。シネマ協奏曲。へえ。あ、文鳥好きもいるか。メンヘラから熱狂的なファンがいるね。だから違うんだよね。いいメンヘラと悪いメンヘラがいて、そのメンヘラって一括りにしても、いいか悪いかはまた別で、たちの悪いメンヘラがアンチなんだよ、俺の。で、別に性格いい人はメンヘラ、だって解放だってメンヘラでしょ、いや、ギター壊れちゃったんだよね。弾けなくなっちゃったよ。あ、悪いメンヘラは嫌だけど、いいメンヘラは別にいいんじゃない。性格悪いやつ嫌いなんだよな、俺。ねえ、海宝のデビューのした時面白かったよね。とんでもねえやつ現れたなと思ったもん。川越だっけ？どこだっけ？私は大丈夫。お前、もう解放はいいメンヘラ。そう。解放はいいやつ。大丈夫な方。解放はいいやつ。大丈夫な方。
はいよ、また来てね。あ、メガホン46ありがとう。よかったっつって、ハイホーなんであんなに面白かったのにさ、あんなに面白いキャラクターだったのに、誰がカイホーを面白くなくしたの誰かがカイホーのさ、すげえ面白かったキャラクターをぶっ壊したよね。俺アリスが原因だと思うんだけど、アリスあたりとつるんでからくっそつまんなくなったんだけど。おう、ズワイガニいらっしゃい。なんだろうね、ズワイガニが来るときカオスいないんだよね。ワドちゃんと絡んで道端であーって言ってるやつ一人で帰れない。いや、めちゃめちゃ面白かったよ。こいつ何言ってんだこのババアと思ったもん。帰れない帰れないっつって追っかけてくんだよ。いや、もう帰らせてと思って眠いと思って、あれは旅配信の時だっけ、何の時だっけ、解放が来たの。なんで俺埼玉にいたんだ、カオスいないね。俺なんで埼玉にいたんだっけ、あの時。あれか、便所って、なんでいたんだ埼玉、便所さんのトレーニング、なんだったっけ、解放と初めてからの便所さんだった気がするんだよな。だよね、おお、のんちゃんいらっしゃい、おかえり、うん、そうだよね、トレーニングの後だよね、だから捨て頃の頃だよね、うん、そうだとんでもねえやつ見つけたなと思ったけど、もうでもさすがにああいう絡み方は無理でしょう、もうキャラが死んじゃったかんね。あのキャラが生きてたらね、定期的に絡めたのに、もう解放は死んだんだよ、配信者解放は俺の中でね、もう死んじゃったんだよ。もったいねえ。とうとうインフルになっちゃったの大丈夫、仕事休むでしょ、ゆっくりしなよ、1週間ぐらい。本当に流行ってるんだな、大変だな。クリーンレディもだって解放の動画っていまだに俺の YouTube で5000再生ぐらいされてんだよ。で、いまだにコメント書かれてるから解放の動画、すげえ解放っていうキャラクターも何逸材だったんだよね。殺したんじゃねえよ、俺は育てようと思ってたのに、お前がめちゃくちゃ、お前が変な絡みするからだろ、うん、殺さないでじゃないよ、俺のアドバイス守ってたらお前そこそこ言ってたわ今頃。高谷若津、今週休みか、うん、家でゆっくり寝て、うん、家族にうつさないようにさ。のんちゃん学校終わったの、うん、ゆっくり見て。まあでも最近シルバー作ってるだけだけどね。終わった終わったの使い方違うでしょ終わったはもっとなんか人生が終わった時の感じで使うんだよ、終わった。まあいい感じにシェイプされてきたかな、今こんな感じなんだけど、うん、いいんじゃないかな。あとはこのね、バランス整えて模様をどうするか、もっとこうグッて押し込む感じ食い込んでいくけど、これが持ち手のところだね。あとはバランスだな、バランスと模様だね。やっと土台作りが終わった感じだね。
こんぐらいか。職人目指そう。職人？うん。まあシルバーは3年に1作品ぐらい作っていきたいなと思って。そうだね、大まかな形はできたね。大まかな形はできてきた。こうなって。中を通るからもう組めないけど、うん、いいんじゃない、うん、かわいいのできそうだよね、うん、いいんじゃない。だんだん形になってきた。いいんじゃないでしょうか。胸肉がいいのは本当だね。鶏の胸肉がいいのは本当。あのボディービルダーもささみばっかり食ってるよ。あのパサパサしてるやつ、胸肉の唐揚げとかばっかり食ってる、うん、あと卵の白身とかね。でも体を太くする場合だよそれ。運動神経が上がるわけじゃないから。だから俊敏さとかスポーツとかよりもこうでかくて見せる筋肉、ボディービルダーみたいなの場合は胸肉。そう、かっこいい体あるじゃん。トトは職人さんだからね、体は動かしてるからこうシュッとはしてる体だと思うけど、プラス筋肉ボディービルする場合はあのタンパク質と休憩だね。何、体変えるの？多分ドレさんが詳しいよ。ドレさんに体のことは聞いた方がいい。でもなんか体でかくなってきたな俺。なんかこの辺むっちりしてない？この辺1週間で変わったよね。なんかでかくなった気がする。脇がちょっと締まらん。焼き鳥もいいと思うよ。まあでも焼き鳥の場合鶏ももとか皮とかだから脂肪分がっちりしてきたね。ちょっと胸がこう張ってるっていうか、この辺が張ってるねやっぱり。パワーがついてきたんだよ。減量がなくていいのが今回良かった。体重ね60キロまで落とすように言われたんだけど、対戦相手がでかい人だったから良かったよ。トレーニング頑張るよ。
いいじゃん、海鮮鍋。素敵じゃん。彼女とはうまくいってるかい？あ、よかったよかった。いいじゃん。夕ご飯ね、それが迷ってる。さっきマック食べたの。結局マック食べたけど、マックじゃ栄養になんないから。でも今日のんさん帰ってこないんだよ。彼女が帰ってこないからご飯炊いたりとかしないと思うんだよな。弁当買って食うよ。弁当買うよ。弁当弁当かな。本当はね、自炊しないといけないんだけど、トレーニング後もう動けないのよ。歩いてもう張ってベッドにゴロンって寝転がってうーみたいな感じなのね、本当に。だからのんちゃんがいる時はご飯用意してくれて、起き上がってで食って、で寝る時に肩揉んでくれたりとかするんだよ、彼女が。でも今日彼女はね、頭痛いの。だから今日多分来ないと思うんだよね。なんか家庭的だな。自分で作ったんでしょそれ。ヘビ。チャンメグさんいらっしゃい。シルバーアクセサリーでね、ペンダントトップを作ってて、こんな感じ。ツイッターにね、全部画像で上げてるんだけど、ちょっと待ってね。今ここまでできたかな。ここまでできた。ロストワックス製法って言って、これ石鹸っていうかね、ろうそくみたいなワックスってやつなんだけど、それを削り出してる。いろいろイメージとかをこうみんなで、これ今カオスって上にコメント書いてる人が画像作ってくれたんだけど、そうそう、これは彼女が歯車のデザイン書いてくれてとか、でこれは刻印の練習してたりね、これは彼女が絵を描いてくれて、こういう風にね、みんなでね、シルバーペンダント一から作ってみようってやってるの。こんばんは、ペコさん。
販売するよ。今ね、そのブランド立ち上げようっていうことで、もともとリスナーさんにシルバーの世界、シルバーというかその金とかプラチナとかの世界に30年間どっぷりやってる職人さんがいて、でスタジオがあってさ、シルバーとか作る、でそこでそのなんて言うんだろう、シルバー一緒にブランド立ち上げましょうって言ってコラボレーションしてる感じ。隕石いいね。おお、ペコさんメガホン100個ありがとう。でもね、このペースだと半年はかかる。やったことないからね。何事も新しいことにトライするのはいいことだ。頑張ろう。いや、やらない。あのオーダーはやらない。もともと俺が素人だから、そういう技術を持ってないから、自分が欲しいものを作って、俺が身につけて、それでその欲しい人がいたらまあ売るっていうのはやるけど、オーダーとかはね無理。そのこういうの作ってほしいって言われても作れない、俺が技術を持ってないから。だから自分の作りたいものとか欲しいものを作るだけっすね。でもし同じのが欲しかったら売るよっていう。うん、1個作るのに半年かかってるからさ。おいっすなんかさ、女の子の言うさ、なんかトマトは美容にいいとか言うけどさ、そのさ、それさ、肌がテカテカするとかそういうことでしょ。おー、まぶや、おいっすー。集中力あるかもね。そんなさ、ブサイクな女の子は肌綺麗になってもさ、肌がテカテカのブスができるだけでしょ。やべえな、いろんなもん敵に回してるからやめよう、この話。美容って何なのかっていう深い話をしようと思ったけど、ただあのブスを敵に回すだけだからやめよう。肌テカテカのブスが今リスナーからフォローが外れました。いや、そういうことじゃないの。なんか殺意湧くんだよ本当に。ブスがさ、なんかコラーゲンは肌にいいんだよって、お前の肌が良くなった、お前の問題は肌じゃない、お前の問題は肌じゃないとかさ、うん、嘘出てた。アレックスありがとう、教えてくれて。今逃げたくなった。ブスじゃないでしょ別に。サンメグは美形な顔してるじゃん。努力してんだよね。でもね、正しい努力よりも正しい選択だよ。正しい努力はしても意味、正しい努力はいいかもしれないけどね、努力より選択だよ、そこじゃないって。誰に向かって言ってんだろうね俺はね。どこのブスに対して言ってるんだろうね。肌がツヤツヤっていうか、ほくろとかシミできにくくする効果と免疫力を上げる効果がある。遠距離いらっしゃい。風船ありがとう。テイクタウン行くの。
ペコかわいいな今日。ピュン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 言ってるな。どうしたのペコ。テンション。あ、なんか黒くなった？少し。したか？うん。ペコのテンションが高いね。だ食い物なんか全部体にいいに決まってるじゃん。体に悪いもんだったら食ってねえよ。お米でも体にいいんだよ。鶏肉でもトマトでもレタスでも何でも体にいいから食ってるの。体に悪いものは食わないから。何かしらの栄養になってるってことは何かしらの効果が体に出るんだよ。納豆が体にいいらしいって。食ってるじゃん納豆。何でも体にいいよ。水も体にいいよ。デトックス、利尿作用あるよ水にも。多分トマトって毒あるんだ。へえ、トマトって毒持ってんの本来。へえ、知らなかった。え、じゃあトマト食べすぎると中毒とかになるの？うん、目的持って食べるか。結構荒ぶるな。大丈夫なんだ、うん、いやうまいもん食えばね大丈夫だ。ただ俺は何を食うかじゃなくて誰を、あ、噛んじゃった、やめよう、噛んじゃった。一番大事なセリフ噛んじゃったからやめよう。恥ずかしい、恥ずかしい、疲れている、噛んじゃった、うん、誰と食うかを噛んじゃった。ちなみに卵と乳製品、お肉の脂身が食べれてると脇がになる。あ、そうなんだ。あ、パフェありがとう、うん、噛んじゃったんだ。そろそろジム行こうかな。どうしようかな。6時か。今日軽めにやろう。なんか首が痛いし。サンドバッグひたすら叩くのと、1時間コーストレーニングやって、あとは左フックだな。うん、いいの。噛んだら負け。どうしようかな。何時頃行こうかな、うん、はい、行ってらっしゃい。そうそう、鳥飼ってるんだ、ペコ。
そう、ペコ。なんかね、トレーニング行く前はすげえね、行こうかな行かないかなって、嫌だなーって、辛いなーって思うんだけど、行ったら気持ちいいんだよね。何なんだろうこれ、行くまでが重たいの、行くって決めるまでが。行ったら楽しいんだよね。めんどくさがり屋だこれ。あ、仕事中に聞いてくれてたオールフレ。今日もトレーニング。あとまだ肩がね、多分仕上がってないからまだいけないんだよね。こうこう、なんつうんだろう、横回転の筋肉がついてないから肩にね、バチってこうダメージがこう来ちゃうんだよね。背中とか肩が痛いんだよね。空振りのフックでも、シャドウのフックでも、ストレートはもう痛くなんないんだけど、ストレートの筋肉はできてるんだろうな、多分。ストレートはいくらでも打てるもんね。フックがまだできてない。うん、セゴロ出る出る出る、第2回戦出るよ。うん、セゴロ出るよ。今回はもう KO 勝利を約束してます。ああ、今ちょっと7発ジャブ打ったんだけどね、みんなに分かる、見えたのは多分2発ぐらいは見えたと思うんだけど、今打ってるよ。うん、今15発ぐらい打ったね。多分見える人には見えてると思うけど、30発打つよ。はい、30発打ってるね。これ見えた人は相当格闘技2だね。格闘技やってる人か、格闘技目が慣れてる人だね。うん、早すぎる。バキとか読んでるとよく出てくるでしょ、こういうシーン。今の見えたやつ一体何人いたんだっていう。そう、グッズね、タオルはない、タオルはない。俺のグッズはね、ステッカーと、あと一回ね、ペンダントをプレゼントしたことあるんだけど、ステッカーだけだね。タオルも作りたいね。タオル作りたいね。捨て頃までにね。超見えてた。30発だよ。見えてた、全部。あ、首痛え、マジ。タオル買いたい、作る。タオルいくらぐらいで作れるんだろう。矢沢って書いていい。和道グッズ作ったわ、タオルって矢沢って書いていいの。嘘でしょって。矢沢なんだと思って、和道グッズは。ダメかな、怒られるかな。思いっきりパクったデザインで、ちょっと色違いぐらいな感じ。いや、わかんないけど、タオルって言ったら矢沢って感じがする。うん、グッズね、一応ね、今考えてるのは、捨て頃の頃にはまあシルバーのペンダントとステッカー、3枚と、ピンバッジを作ろうと思ってるね。ピンバッジ、ピンバッジ、ピンバッジはできるな。あと何が必要かな。まあまあまあ、前回よりは品揃え多いっすね。
まあメインはシルバーだけど、ステッカーもう一種類作ろうかな。持ちたいですね。店は出したいね。ニューヨークに。ニューヨークのマンハッタンストリートの2番街に出したいと思ってるよ。俺は。2番街あるでしょ。うん。ニューヨーク、もう黒人ラッパーみたいなやつに売らせる。ボスって言わせるから、俺のこと。ヘイボスって。そう。うん。ゴリゴリのもう腕こんなビーボーイに。黒人に売らせる。俺の店すごいよ。2番街の店は本店なんだけど、もうスーツ着た黒人、サングラスのスーツの黒人が4人こうやって立ってるから、ムッキムキのやつがこうやってインカムつけて、こうやってインカムこうやってつけて、もう常にもう通るやつ常にもうこうやって監視しながら、うん、リムジンが止まってるよ、うんうん、いや2番街のあの左折したところだよ。あのコンビニを左折したとこわかるでしょ。カオスニューヨークに行ったことあるから。マンハッタンストリートの2番街 の, あの中華料理屋のところにあるコンビニあるでしょ。あそこを左折したところに空きがあるっていう情報が入ってるから、うん、うん、そう、俺はわかってるから、情報入ってきてるから、ニューヨーカーから空いてますよ。そう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 、シャネルとヴィトンの間にワードを作るから。そう。さすがにシャネルとヴィトンは左左折したところじゃないでしょ。メインストリートでしょ。そう、シャネルワードをヴィトンだよね。空いてる空いてる。ちょうど空いてる。向かいが確かアップルストアだった気がするな。向かいはアップルストアだったような気がする。家賃4だね、うん、家賃は4で、うん、8畳だからね、その店8畳一間だ。バックヤードないから、うん、よし、じゃあ皆さん
お疲れ様でーす。トレーニング行ってきます。フォローしてね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。